ただいま。生まれ？はあ？おい、どこかに隠れてるんだろう。どこだ？タンスの中か？風呂場か？それともトイレか？おい、うまる。もう高3だから、素直に出てこないか？早く出てこないと、お説教だぞ。
ごめんね。みんなに迷惑をかけちゃって。迷惑だなんて、そんなことありません。困っている友達のために何かしたいと思うのは当然ですから。ウマルは幸せ者だな。エビナちゃんたちのような素敵な友達に恵まれて。もし何か問題があったら教えて。すぐに駆けつけるから。わかりました。それじゃ、生まれのことをよろしくお願いね。はい、任せておいてください。お腹いっぱい、もう食べられないよ。キリエちゃんのお母さんってお料理上手なんだね。普通だと思います。ううん、あの煮物とかすごく味が染みてるのに優しい味だったし好きだな。ありがとうございます。それに突然押しかけてきた私に優しくしてくれて、いつまでもいていいよって。素敵な家族だね。いえ、兄貴は素敵じゃないです。ボンバさんも素敵な人じゃない。豪快で。豪快すぎるんです。よかったのかな、疲れて帰ってくるお兄さんより先にお風呂をいただいちゃって。全然気にしなくていいです。だけどなんだか悪いよ。少しも悪くありません。むしろ兄貴が入ったお風呂に入っていただくなんてありえませんし。ありえないんだ。はい、ありえません。さっきも思ったけど、キリエちゃんとお兄さんって仲悪いの？よくはないです。どうして？でかいし、変な頭だし、声は大きいし、ガサツでデリカシーないし、空気が読めなくて、とにかく嫌なんです。結構な言われようだな。だけど、いなくなると寂しいんだよね。寂しいというか、あんなうるさいのが急にいなくなったら静かすぎて落ち着かないです。うまるさんのお兄さんは優しいし、羨ましいです。ああ見えて結構怖いんだよ。あ、それはちょっとわかります。そっか、キリエちゃんは困るといる時の方が多いのね。確かに師匠ではなく、妹さんを叱る時のお兄さんはちょっと怖いです。でも厳しい言葉一つとっても妹さんへの愛情を感じると言いますか。怖いんですけど怖くないんです。妹さん大切にされてるんだなって。そうなんだ。私の妄想ですけど、うまるさんに対しても同じなんだと思います。だからこそお兄さん海外へ行くことを言えなかったんじゃないかな。私はこういう家好きだよ。落ち着くっていうか、両手両足を伸ばして寝転びたくなるの。恐縮です。最近みんなといる時はそうでもないけど、二人きりになると途端にキリエちゃんよそよそしくなっちゃうな。なんだろう、原因が私にあるのかな。キリエちゃん、友達なんだから敬語なんか使
使わなくていいんだよ。でも失礼になるかと。失礼なことなんか何もないよ。むしろ勝手な事情でお世話になってる私の方が失礼なんだから。失礼だなんてめそうもない。スキンシップを取った方がいいのかな。だけどどうやって。あまり激しいのは私もあれだし。そうだ、私の髪